ついてるからね。
到站，出发！ 結構いけるでしょ。 行けるよな。
べてみたら。真ん中じゃないぜ。どうだ？バニラ、快せ！バニラ、いけるよな？おっさんについてこい！感電注意だ。Hey!
せ腐ってねえだろうな。ちょいといじってみるか。スイッチは4つだな。パルスの機械も原理は同じだろう。ほーい、お目覚めだ。すごい。ゲームどこまで起きしまったか。やっつけよう。Thank you.
さん疲れた。ここらで休むぞ。野宿でいいか。はーい。いいよ。よっ。よっしゃ。じゃ、お先。たくましい子って。この線越えちゃダメ。バホ。おやすみ。さっさ出やがれ。だって無駄だぜ。おお、すげえ。中はどうなってんだ。そう焦んな。おとなしくしてりゃすぐ入れる。いい子にしてろ。約束はできねえな。威勢いいね。いつまで持つかな。順将がお見えです、うん、止まれ。君がスノーク、シドレインズ、この部隊を預かっている。手厚い護送をどうも。すまない、君には少し聞きたいことがあってね。伝説の通りなら彼女は使命を果たしたということになるか。セラ呪われし存在、パルスの主としての使命を。セラが国軍の敵だってのか。多くの者はそう考えるさ。パルスについて我々はあまりにも無知だからな。国軍のために君らの真実を知りたいのだ。国軍のため？ルシだって国軍の人間だ。それを追い出そうって関係ない人間までパージして、それが国軍のためかよ。それが政府のやり方だ。知らないからこそ人は怯える。立て続けに起きたパルスの恐怖に市民はもう限界に近い。そこで政府は次なる計画を打ち出した。
ルシの公開処刑だ。所詮市民は無知だからな。恐怖の対象を目の前で消してやればそれだけで安堵する。くそ。すでに他のルシたちの情報も政府の手中にある。時間の問題だろうな。あいつらは捕まらないさ。ならば君に協力してもらうほかない。セラ。冗談だろ。本気だから。いきなり別れるって言われてもな。離れ離れも悪かないさ。ああ、会うまでずっとそうだったんだ。でも会っちまった。一人でいるより一緒の方が幸せだって分かっちまった。今さら一人は絶対無理だ。勝手に決めないでよ。そんなに別れたいか。別れたいんじゃなくて別れるの。会うのは今日が最後。とにかくもう私に付きまとわないで。何があった？理由ぐらい教えてくれ。俺が悪いんだったら言っちゃえよ。いいわ。見て、パルスの印。ルシになったの。国運の敵、人間の敵。これで分かった。あなたは敵なの。さよなら。セラ！セラ、どこだ？Thank you.
神さ。死ぬまで離さで、整備は完璧、出動準備完了っす。でも今日は魔物も現れないし、ノラの出番はなさそうっすね。今度出動するときは俺も連れてってほしいっす。軍隊より先に魔物を退治してヒーローになりたいんすよ。軍隊の通信を拾ってますけど、平和なもんすよ。こんなには強い怪物でも出てくれないと毎日退屈っすね。最近セラさん元気ないっすよ。スノーさん、なんかやらかしたんじゃないんすか。セラさんを探さなくていいんすか。セラさんを探さなくていいんすか。セラさんを探やけにビーチが静かなんですよ。最近太ってきたんで、ガドーさんにトレーニングしてもらうんです。姉ちゃんは頭の固い兵隊だった。駆け落ちするなら手貸すぜ。なんなら軍隊に喧嘩売っても構わねえさ。よう大将、何をうだうだしてんだよ。お前は滅多に悩まねえが、たまに悩むと心底へこむな。ガキの頃からそういうところは変わらねえや。そういやこの前、妙な格好の姉ちゃんが二人遺跡のあたりをうろついてたっけ。どうも嫌な胸騒ぎがしやがる。なんだよ大将、なんだよ大将。どうですこの服。パルムポルムにいいのがないからエデンまで遠征したんですよ。エデンに買い物に行く途中、軍が検問を張ってたんです。エウリーデ峡谷のプラントで事故があったらしいんですが、なぜかサイゴムがいたんですよ。ただの事故なら奴らが出動するはずないんですよね。ちょろい魔物を狩るのも飽きてきたんで、国運を揺るがすような大事件でも起こりませんかね。そしたらノラも活躍できるってのは。言わなくても分かりますって。セラさんとトラブルでしょ。彼女この頃憂鬱そうだし、
何かある気がしてたんです。一緒にいて気づかなかったんですか？セラさんと話しにくかったら代わりに事情を聞いてきますか？スノーさんが沈んでるとノラが盛り上がれないんで、たまには俺を頼ってください。セラさんと話しにくかったスノーさんがし、セラさんとスノーさんがし、言わせてもらうけどね、別れ話の一つや二つでオロオロするモンクラは振られて当然なんだからね。落ち込む暇があったらさっさとあの子を捕まえてきっちり話をつけてきな。仲直りできたらうまいもの食わせてやるからさ。ちゃんとセラを守らないとあの子の姉さんにぶっ飛ばされるよ。あんたただでさえ姉さんに嫌われてんだろ。綺麗な夕日じゃないか。一人で見るより二人で眺めな。綺麗な夕日じゃないか。一人で見るより。使命は、ルシには使命があるんだろう。俺も手伝う。何でもする。一緒にやろう。ダメ、一緒にいたらセーフに。俺は一緒がいいんだよ。どうなってもアサラ一人は絶対無理だ。わからないの。使命なんて分からなくて、このまま怪物に。絶対助ける。ずっと守る。使命を見つけて一緒にやろうな。使命が済んだらクリスタルだよ。大丈夫だ。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。永遠ってことは死ぬわけじゃねえ。なんとかなるさ。うん、俺たちはずっと一緒だ。死しか待っていなかったとしても、セラならきっと最後まで戦ったと思う。
なんとか来れましたね。追っても振り切ったか。でもここにも軍隊がいるんでしょ。油断できませんね。だな。行くぞ。私が前衛、お前はバックアップだ。あの、僕が前に。できるのか。できるできないの問題じゃないです。いい度胸だな。前だけ見てろ。背中を守る。はい。私もフォローする。やりたいようにやっていい。慎重に行け。でも臆病にはなるな。あまり先走るな。